重県熊野市の新鹿町で発見された新しい柑橘で、香りが非常によく酸味のある美味しい柑橘です。500円玉程度の3センチぐらいの大きさです。偶然発見された品種です。橘と自生してたマンダリン系か、もしくは温州みかんの自然交配のものだと言われております。愛媛の中にはですね、ノベリジンやヘスベリジンといったものが多く含まれていることが分かっております。排尿機能や認知症などで、また肥満や糖尿、逆であったりとか、そういったものにも効果が見られるんじゃないかというふうに言われている、非常に注目されている成分になります。非常に豊かな自然に育まれた愛媛は、寒暖の差もある山岳部や温暖な地域である海岸部でも広い範囲で生産しております。雄大な自然の中で育まれた愛媛をどうぞお楽しみください。いただきます。普段使っているポン酢よりすごくすっきりしています。断然愛媛ポン酢の方が好きです。